こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、ケアウホ、人気のケアウホにあります、ゴルフコース、コナカントリークラブに隣接しているカントリークラブビラというコンドミニアムに来ています。ちょっとね、あいにく曇ってきたんですが、こちらはですね、とっても素敵な2ベッド2バス、こちらのユニットをご紹介します。これね、3階建ての最上階ですね、最上階のユニットになります。入り口ですね、中タイル張りです。とても綺麗なタイルです。こちらがキッチンですね、クローゼット類、これ食洗機ですね。若干細かいところ見るとこういうとこですね、ちょっと年季が入ってる感じがしなくもないんですが、で、まあ、の大理石のカウンタートップ、この角がちょっと丸くなってるやつですね。フルオーブンと、これもちょっとなんか新しくしたい感じかな、ちょっと年季が入ってる感じがしますが、お、電子レンジは新しい。たっぷりとした収納があります。とっても風通しがいいですね。山側に窓もあって、大型の冷蔵庫、これ好き、給水器。あ、なんか今まで気づかなかったんですけど、このドアが重厚感があっていいですね。あとこの、これあの鍵のかけられる網戸的なドア、そうすると治安の心配もなく風通しがいいんですよね。こちらがリビングスペースになってるんですが、以前にも似たようなユニットをご紹介したと思いますが、高い天井と吹き抜けなんですよね。これめっちゃいいですよね。ちょっと手前の方から先にご案内しましょう。そこここにこのように収納がありますね。これなんだろう、ちょっと開けてみる。うん、収納でした。こんな感じですね。めっちゃお酒置いてあるんだけど、隣ベッドルームですね、一つ目のベッドルーム。若干やっぱり年季がいってる感じですが、全てね、家具付きでの販売だそうです。家具そのものはとてもしっかりしてますね。重厚感のある作りのしっかりとした家具です。ベッドルーム反対側から、ちょっとそこここリノベしていきたい感じですね。ただもちろん十分このまま住めます。乾燥機と洗濯機、これは結構大型の新しいやつですね。ちょっとやっぱりな、何この花が散ってる若干やっぱり古さ、建物は1979年築で、あまり手入れされてないですね。リノベがあまりされてないですけれども、立地は最高です。設備もとてもいいです。シャワーだけですね。でもこれいいですよね、この吹き抜け。それから私よくお客様にいつも言うのは、内装やね、インテリア、これはまあリノベーションできるわけですよね。いくらでも家具は変えられるし、リノベはいくらでもできるわけですよ。ただロケーションは変えられないんですよね。はい、こちらが2つ目のベッドルームです。ベッドルームの反対側から、収納があちこちにあっていいですね。
家具もとってもいいものが置かれてます。全面このタイル張りもいいですね。タイルそのものもとてもいいタイルです。あの奥がバスルームでしょうね。ちょっとした収納がここにもあって、こちらがバスルームの流し。若干ちょっとやっぱり年季入ってる系なんですが、でも十分ですよね。トイレと、ああ残念、日本人的には必須のバスタブがないですね。ちなみにね、これシャワーヘッド、これ新しくなってますね。シャワーヘッドなんてこれ自分で簡単に変えられるんですよ。ホームセンターで売ってます。はい、さっき申し上げましたように、この絶対に変えられないのが、まあ、ロケーションとビューなんですよね。この眺望とロケーションというのは、こればっかりはずっとやっても変えられないわけです。それがね、これ素晴らしいんですよね。ちなみにこのバーベキューグリルもラナイに置いてかなんですよ。アメリカ必須のバーベキューグリル、こちらがラナイです。かなり広いですね。ゆったりとした大型のもうダイニングテーブル、これも全て家具に含まれてます。家具に含まれてる、日本語編ですね。販売に含まれてますで、ご覧ください、このビューですよ。ちょっとね、これスカッと晴れてたらもっと綺麗だと思うんですけど、遠くに見えるのが元シェラトンですね。で、ゴルフコースと見事なオーシャンビューです。本当にこれはもう何者にも変えられないですね。で、ラナイからこの螺旋階段ですね、上に続いてる謎のカーペット張りになってますが、ちょっと上の方行ってみましょう。このカーペットとかこの壁の感じもちょっとレトロな感じですね。ちょっとリノベしたいかもしれない。ただこれめっちゃいいじゃないですか、この開放感素晴らしいですよね。こちらにはシングルベッドが2つ入ってますね。もう実際3ベッドルームになりますよね、これね。収納もあっていろいろ家具もチェストもあって、ここは物置ですね。収納ちょっとなんかごちゃごちゃっとしてますが、でもこんなでっかい収納あったらいいですよね。はい、このロフト部分からのオーシャンビューですね。こちらは、全体で108平米。建物は、1979年築で、2ベッド2バス。お値段は86万ドルなんですが、日本円換算でおよそ1億と1000万円での販売です。ちょっとやっぱり締めくくりはもう一回売らないかなと思って戻ってきたんですが、ちょっとね、最近思うのは86万ドルって今言ったんですけど、以前だと8600万円、まあ1ドル100円でねっていう感じだったんですけど、今とにかく円安が進んでるじゃないですか。なので、86万ドルでも1億1000万円になっちゃうんですね。ちょっと厳しいですよね。はい、価格の高騰もインフレもちょっと止まる気配のないハワイ島ですが、このオーシャンビューをお楽しみいただけたら幸いです。では皆様良い一日を。